ま、ってない。ピーですけど。儲かるぞっていうことですね。僕が言いたいのは。え、じゃあいいものじゃないですか。いいものです。いいものであり。怪しいの。そうなんすか。おお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 おそれはないわ。おお違う違う違う。それじゃない、それじゃない。おい。おっぱいみたいに、おっぱいみたいになってる。今寺田さんが言ったの合ってません？合ってます。だったら合ってますって言った方がいいんじゃないですか。合ってます、おっしゃる通りです。なんか、はい、なんでかぶせて、いやちゃうけ、ちゃうけどみたいな、いやお前分かってないねみたいな。いやいや、あのおっしゃる通りです、はい、おっしゃる通り、ね、いやおっしゃる通りでしたよね。おっしゃる通りです、はい。すけどそれ多分おっしゃる通りって言われてもみんな多分はって思ってるんですけどね今。え、それ離職率下がんなくねみたいな。あ、いや別に VR をつけても別に離職率は下がんなくて、そんなところに根本的な問題はないから、なんかこうもうこの5分10分の時間で、うわこいつ勝手に業界に勝手な自分の市場を持ち込んで滑ってるやつみたいな印象を受けますよね。同じ業界なんで、じゃあ美容外科医に VR つけたら、はい、技術が向上するしますって言われてるような気分なんですよ、はいはい、要するに美容外科医を育てたいときに VR をつけさせたら技術向上しますからやれよみたいな、お前変えよって言われたら、お前ってなる。ピーですけどぐらい。大丈夫ですか。そう、まあ要はこの場合とか言ってますけど大丈夫ですか本当に。医者なのに。医者なのに。けどそれぐらい要はそういうのを考える際には、僕らを巻き込んで本当に現場の声聞けてるのとか、まあプライド持ってやってますよね。例えばお寿司屋さんに、じゃあ俺に VR つけていきなり寿司屋で握れるように、まあ、1ヶ月とかでしょ、できますって言われても、それ寿司屋さん怒りません普通。確かに。俺にだよ、俺に VR で寿司のなんかレクチャームービー見せて、はい、こいつがみたいな、いきなりみたいな、ミシュラン三つ星で握れますみたいな、はい、って言ったらその寿司屋さん怒りません？怒ります。美容師さんもえって思いません？だからあなたのチームに美容師さんはいますか？います。その方は何て言ってるんですか？今4名おりまして、やっぱりそこすごいコンプレックスで、この買うにあたっても周りで協力いただける美容師さんがいなかったらこれは買いませんっていうふうに言ってたんですけれども、ヒアリングすればするだけこのサービスに興味を持つ人たちがすごいいらっしゃって、ですごい面白い、こんなサービスあるんだったらうちも導入したいっていう意見がすごくあったんです。で逆に、いや こんなサービス別に誰も使わないけどっていう美容師さんがいなかったですよ今まで、いなかったんですよ。皆さんの周りでもし美容師さんがいたらこういうサービスがあるからちょっと体験してみてっていうので言ってもらったんですけど、うわすげえって絶対います。集中度も含めて4倍ぐらいの学習効率があるっていうふうに業界では言われてます。学習効率でいうと、やっぱり一つのコンテンツを見ただけ 2D で見るのと、うちのコンテンツを VR で見るのでは集中力が全然違うんです。エッチな動画が4倍エッチには感じなかったんですよね VR 使っても。いや今よくあるじゃないですか、そうね、こうカメラつけてそうちょっとねイチャイチャ動画みたいなのあるんですけど、4倍もあったっすかね。 1.4 倍ぐらいかなみたいな。まあだから学習っていうのだと別なのかもしれないんですけど、普通にそれ考えたら今僕その美容師さんの離職率が高い問題って、まあ発給なのと、あとは勤務時間の前後にやたら練習時間があるじゃないですか、はい、あれがやばいですよね。普通に勤務が8時間ぐらいなのに前後に 3,4 時間ぐらいの要は修行ですよね、はい、修行期間、モニターさんとかモデルさん呼んだりとか、あとはマネキンさん切ったりとかっていう、あれ無給じゃないですか、はい、あれがえぐいと思ったんですよ。だからそれが短縮できるんですか。今業界としてもそこの時間をとにかく帰らせてあげたいっていう需要があるんですよ。やっぱり会社労基的にももう早く返さなきゃいけないけど、でも彼らからすると技術を勉強できない、家に帰ってまたじゃあ次の日アシスタント期間として入るっていうような動きに業界として今なっていて、で今まで練習した人は練習できたんですけど、そこの時間をやっぱり家でも練習できる形、ただ YouTube で見るだけじゃなくて体験できるような学習を提供できないかっていうふうに考えてます。要は4時間帰りに練習するよりも1時間 VR 見た方が4分の1でしょって言いたい。実体験のがやっぱり学習効率は高いですね。高いんだね。実体験の、実体験、はい。じゃあ YouTube 見るよりは。YouTube と比べてってことなんですね。はい、そうです、そうです。実際にやってもらった方が一番それは。はい。実体験と何分の1ぐらいのこの効率なんですか。今現状のクオリティで言うと実体験で言うと10分の1ぐらいです。なるほど、はい、やっぱ実体験に勝るものない。 なぜかというと手に職っていう技術ところで言うと触覚とかね、もう触覚もそうだし、はい、やっぱ音もそうだし、ね、うん、そうですね、感覚的な話なので。なるほど。VR でまだ実装はできてないです。まあ皆さんいろいろ疑いますけど、きっと正田さんだってそういう問題点は感じましたよね。はい、感じます。はい、その美容師がその VR で伸びるのかと、はい、伸びるのかを疑って、はい、早5ヶ月それで数千万ぶっ込んだんですよね。ってことはそれなりにいいもんだってことの前提で儲かるぞっていうことですね。
僕が言いたいのは。え、じゃあいいものじゃないってこと。いいものです。いいもの。怪しいな。今のは怪しいよ。いいものじゃないかもしれないけど、儲かるなって思って買ったって言うんだったら、俺はそういうの乗りたくないよ。本当に美容師業界を変えるため革命を起こすとかって書いてあるけど、儲かるなと思ってやったって言ったら話は変わるよ。それで言うと、あの、両者です。え？両者です。両者？はい。怪しいな。一言目が儲かるんだ。はい。やっぱ深層心理出ますからね。はい、あの、審判員の皆さん、あとはお願いします。僕は怪しいと思いましたよ。怪しい。せっかくフォローに入ったのに怪しませたよ。そうだよ。確かに。どうせちょっとバリエーションついたらまた売っちゃうんでしょみたいな。そうね、ま。そういう感じしたね。ね。でもそれはそれで連続起業家とか言い出すやつですよね、またね。僕なんかもう少し。なんだから持ってきてんだから、そろそろ聞いて、つけて体験した方がいいんじゃないですか、そうそう僕たちが。どうすんだ、エッチな動画流してきたらいきなり。それはそれで。金出しちゃうじゃねえか。はい、あの、用意します。はい、これは一般的なものなんですか？これは一般的なもので、あの市販のものを使ってます。定価で言うと、あの4万5000円。スタンダードプランが月額4900円。はい、4900円です。レンタルさせてくれるってこと？あ、レンタルで、はい。サブスクなんだね、これね、はい。こっちからちょっと見ていただいていけないっていう。あ、そうですね。ちょっと待って、方角して。あ、なるほど。なるほどね。あるある。トンナンシャーペがあるのね。トンナンシャーペ。おー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 ちょっとカード抜いて。おー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 、あ、俺美容師になってる。お、切ってる切ってる。おー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 、ミニオンズみたいだね。おー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 、おしゃれな美容室ですここ。周りも見えるんだ。うん、すごいすごいすごい。おーおー、これ確かにすごいっすね。テンション上がりすぎやろ。あ、でも本当になんか切ってるところが目の前で見えますね。すごい。どこ見てんの？なんかここにも画面があるんですよ。あ、そうですね。で、正面の、はい、あの、男性の顔が見えます。あ、なるほど。で、ここ今横で切ってて。2画面になってるんだ。やっぱり、その美容師って、ここの切ってる画面もそうなんですけど、じゃあ、アシスタントって横からどうなってんのかなとか、左からどうなってんのかなっていうのを多方面で知りたいんですよ。おぉおおぉどうなってんの？あ、すごい画面がいっぱいある。俺、すごいな。あ、こうやってね。え？視点がちゃんと変わる。わ、すごいわ。人類は同じリアクションするようにできてる。確かに。おぉ！おぉ、すごい！そんなわかりやすい。後ろはあえてあの、あのデータ量の問題でカットしてます。あ、なるほど。後ろ足重くなっちゃうんで。半球にしてるんだね。はい。もうちょっと。うわー！うるさいわ。うわー！それはないわ。怖っ！うるせえなー。そういうんじゃない、そういうんじゃない。どうしたないか。違う、そういうんじゃない、そういうんじゃない。おい、そっちじゃない。すごいな、これ。ふざけ入ってる、ふざけ入ってる。メイクがどこにいるのか分かんないよ。ふざけ入ってるぞ。これ全然、これ座りながらでもいいじゃないですか。そうですね、はい。いや、みんなやらせやんか、これ。はい。やらせでしたね、はい。見慣れすぎでしょ。見慣れすぎ。おー、すごい、すごい、すごい。おっぱいみたいに、ね、手がおかしい、おっぱいみたい、おっぱいみたいになってる。サムネです、サムネです。距離感がいいですね、カメラマンとその施術者との距離感がね、はい、じゃあもしかしたら修行期間を短くできるってこと？修行期間を短くしたいんですよ、これ。あ、3年のヘアスタイリストの。そう言えばいいんだよ。すいません、最初から、はい、離職というところとあまりつながってこないような気がしますね。はい、すね、うん、3、4年ってすごく長いんですよ。それを早くもう自分で売り上げ上げられるように、フリーランス化もすごい進んでますし、その技術の向上っていうのを後押しできるようなサービスにしていきたい。